力じゃなくてタイミング合わせ、タイミングを、まあ、シュートっていうのは一番難しいのはどこに蹴るかを決めるかと。キーパーがあの真ん中にいたとしたら一番届かないの下のスルー、でそこにコースがなきゃ上のスルー、いつもそれをずっと考えてる人はみんな得点になれるし。おはようございます。今通りなしっかり前に進みましょう。いいで、ものすごく今この前の試合もなテンポ速くなってる、その中でどう何を見るか、すごく良くなってるけども、その分いろんなところのまた新しい課題が出る、それをしっかり整理して、その自分たちがすごくうまくなってる、だけどそれを強いチームに変えてくる、そこをしっかり理解してやってみましょう。速度の差は出てきて、それと自分自身の速度もどんどん変わっていくとか、ここを自分一人ずつが整理していく、自分のプレーが速くなっていることを速度って言うんだけど、チームの中で基準は一番速い選手、一番速いプレー、この中でプレーができないとダメだと。だからこのチームの速度、自分の速度ではないと、これ全員これをしっかり理解してほしい。ものすごくいいプレーになっている時って何か、この前の試合でもすごいそれがたくさんある。それは何かって言ったら全員のプレーが一致したい、でも一つのプレーが違えばそれは全部消えてしまう。で勝負を決めるのは個人だ、いいかな、シュートを決めるのもそう、やられないのもそう、強い集団になりたい、そのためには全員が強い選手になってほしい、もっとそれをずっとやってきてるな、これがテーマな、頭の速さを身につけろ、で1秒先を先取りするのがサッカーのゲームだと常に。だから今を休んではダメだ。でここにあと見えているものには人は気づくよ、でも見えてないものには気づかない、でもそのことに気づいて常に準備するのがいい選手、自分が何が見えているか、今自分が180度見えている、その中で何を選んでいるのか、相手というか場所、見方、この中で今何を見るとそれが一番相手が嫌なことなのか、あるいは自分たちがやりたいことなのか、それを見つけられる、それをチームのスピードの中で常に見つけられる選手、自分の頭の中でどこまで行きたいか、どうしたいか、それだけ、それを常にトレーニングの中でも意識してやってほしい。いいかな、今言った通り自分たちの中に全てある、そこをしっかり自覚してもっともっと上に行くために今日もいい練習してる。いいかな、じゃあ最初ボール回しから最後、まあ、シュートっていうのは一番難しいのはどこに蹴るかを決めること、いつ決めるかね、それができるだけ決まればいい、だからそういう意味で指標は4しかないわけだから、そこを考えておいて、入り口がどこじゃないし、それだけの話で、どこに打つかをまず決められないとやっぱり遅くなるよね。4つしかないものなんですか？4つしかないんじゃなくて、指標を作っておかないと見るものは分からないでしょ。あ、で普通に言ってキーパーがあの真ん中にいたとしたら一番届かないの下の隅、試合のほとんどのゴールは下の隅に決まってるから、どんなのでもね、世界中で当たり前の話、なんでかって一番確率が高いところ、でそこにコースがなきゃ上の隅、いつもそれをずっと考えてる人はみんな得点をなれるし、決定と変更につくり、サッカーは2つだから、決定がないと変更はできない、だから決定まず早く決めなきゃいけない、そこからの変更だから。置きどこもあると思いますね、ファーストタッチ、でどうしても詰まっちゃうと自分が狙った四隅に蹴れないし、ファーストタッチをいかにその自分がどこに四隅どこにでも蹴れる場所に置くかっていうのがキーポイントになるかなって感じですね。まあ、基本的にキーパーっていうのは真ん中立ってるんで、まあ、必然的に四隅が空いてくる、で、まあ、そこに
蹴れば入るよっていう風間さんの考えなんですけど、まあ、実際の試合はそこにプラスしてディフェンスがいるじゃないですか。逆に言うとディフェンスがいるコースはそこの後ろは空いてるっていう意味なので、うん、ちょっとクッと外して転がせば入るよっていうのが風間さんの考えなんですよね。だ例えばディフェンスがいてその後ろゴールじゃないですか。でディフェンスはもちろんゴールを消すじゃないですか、うん、だから必然的に蹴られちゃいけないコースにディフェンスは立つんですよ。でボールもらって僕がちょっとこう外してそしたらこう打ったらもう空いてるじゃないですか、スペースっていう考えです。だからさっき言った速さな、自分の戻るポジション、それから見える形、そういうのをどんどんしっかり作っていく。いいかい、で最後シュート、これも速さだな。何かどこに打つかをしっかり決めること、それでしっかり自分たちの中を作っていこう、頭の中をどんどん作っていこう。いいか、はい、ゴーゴー。完全に3人で崩せた関係だと思うので、チームが求めている得点シーンなのかなと思いますけど、まあ、小西もあそこに入りながら当てて落として3人目で飛び出るっていうところで、相手のディフェンスが守るより早く攻撃できた、全員が同じリズムで戦えたっていうのが得点の要因なのかなと。あの距離感を作らなきゃいけない、相手がいる中で取られるのを恐れずあの距離を保って相手を上回っていかなきゃいけない。今のは簡単だな、みんなも速度合わせて、今簡単だな、だから相手にやらせない、相手にやらせないってことすごい大事だったね、今な。で自分たちができた、自分のやりたいところでやるんじゃないですか、相手が打ちにくいところだったね、分かる。なそれが例えばこの前だったら前に出てなかったらもっと打ちにくいはずだ、そこのポジションを正確に明確に取る。一番はさ、一番はシュートを止めてくれんじゃん、シュートを打たせるのが一番いいんだけど、打ちにくいなってこっちからして、今みんなキーパー側で考えてるわ、それを今度こっち側から考える、俺が打ちにくいそこのところをあれする、だから今からシュートにしよう、打ちにくい場所を作ってくる、そうしたらもっともっとお前らだったら取れる。なんだけど全部そのポジションがやっぱり自分のポジションなの、そうするとめっちゃこっちからすると打ちやすい、あそこのとこ打たせない、いいシュート打たせない、ちょっと今日イメージしてシュート打たれた後の対応じゃなくてシュート打つ前の駆け引きみたいなところというところも多分もう求められてる段階に入ってきてるから、多分そういう風なことを門さんは言ってくれたと思うので、今日言われたことで言うと近いと前後のポジション、自分の場合は多分ちょっとポジションが前めすぎるというか、ゴールからちょっと前に離れているポジションにちょっと立っちゃってるんで、多分そういう風に自分が守りやすいポジションというか止めやすいポジションに取ってたんですけど、前後のポジションっていうのを多分風間さん的には意識してやってみろっていう風に、シューター目線になってここに立たれたら嫌だなっていうところに立つようにっていう風に今言ってたんで、シューターがちょっとでもうわ打ちづらいって思って一歩シュートやめるの、あ打つのやめてくれれば、その間にディフェンス寄せて取れたりとかもすると思うんで、キーパーが前に詰めてくるとコースって消されるじゃないですか、必然と上は空いてくるんですよ、だ結構なんていうかセオリーっていうか、キーパーが前に出てきたら、ま、上か、ま、かわすかみたいな、大前さんが決めてましたね、ああいうのもやっぱ練習からできているんで、元気のはだから試合でも全然ああいうシーンが出ても多分元気が決めると思いますし、だから練習でその成功する回数を90%、99%、100% にしていけば、その後はまあ試合でも入ると思ってるんで、まずはその一個一個練習のシュートは意識してやっております。自分たち速度が変わる。でもそこで全員がしっかりついてるか、速くなったな。だから自分たち次第っていうこと、それを忘れないように。ただしそこに一人でも遅れが出たら、それはチームの逆の速度になっちゃう。そこをしっかり頭入れながら、もっともっと速くできる、もっとも正確にできる。それをまたね。
明日一日休んで、あさってしっかりトレーニングからやっていきましょう。はい、締めよう。お疲れ様でした。井上やってくれてると思ってますよ、選手は。もう自分たちの形は大体できてきてる。その中で起こる事象、物事がもうほぼ決まってきてる。特に勝負を決めるところでは。だからそこまで一回もチャンスがねえのに、シュート入れろっても入るわけがなくて、うん、あんだけシュートチャンスがあって、じゃあどう入れるかっていうこと、でじゃあそれをもっと確実にするためにはどうするか。そうだね。だけどまあその確率っていうのももっともっとこれが変化していくから、形はできても基準は変わっていくから、どんどん速くなっていくから、そこについていかなきゃいけない。そこについていける個人がどんどん増えてきてくれないと難しくなるよね。